皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは DIY したハイエース、スイちゃんともにキャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。現在北海道にいます。帯広高千方面を観光しておりまして、2泊3日のプランで、本日は2日目になりますので、はい、2日目の旅のしおりをこちらで発表させていただきます。はい、それでは現在います道の駅が道の駅しほろ温泉になります。こちらから道の駅上しほろ立ち寄りまして、うん、道の駅調査とスタンプラリーをします。そこから内田湯高原牧場という日本一広いと言われている牧場に行きます。こちらを出まして、そろそろお昼かなっていう頃なので、ピザを食べようかなって思ってるので、ミルク&チーズ&サプライズと呼ばれる、すごい名前、せっかくね十勝にいるからね、美味しいピザを食べようかなと思って、うん、こちらでお昼休憩を取ります。最後に叱別湖に行きます。叱別湖を眺めまして、温泉があるってことだったので温泉に入って、はい、最後明日の予定が帯広市内の方を予定しているので、道の駅音吹に宿泊させていただこうと思ってます。最後まで見ていただけると嬉しいです。今回もよろしくお願いします。それでは本日8時33分しほろ温泉を出発いたします。いつもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。調子はいかがですか？今日は天気がいいからやっぱり気持ちがいいですね。暑いですね。早速はもう26度を回っております。暑い、ね、風は涼しいよ、ね、不思議よ。久しぶり、最近曇ってばっかりで意外と雨降ったりもしてたから、そう、久々に快晴です。ここ最近狐を見ることが多い。2回見たね今。大体の野生動物は目にしました。始まりました、地名クイズ。漢字足という字に夜っていう字、地夜とか。あー、わかった、それわかる、わかった、もう大丈夫。本当に、うん、一発で正解できる。いきます。アショロ、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。1000万円獲得。やだー、アショロでしょ。ほら、アショロです。聞いたことあった？いや、多分北海道に来ていろいろ場所を調べよってから覚えた、覚えたじゃないかな。なんか見たことある。パッて動くアショロ。私頭いいんだやっぱり。じゃあこれで地名クイズ終わります。虚しそう、かわいそう。逆になんかごめん。最初のチェックポイントに移ります。1時50分、道の駅上しほろに到着いたしました。もうこの短時間で虫がいっぱいもうガラスについたので、一旦ガラスも拭きたいと思います。こちらもゴミ袋が販売されてます。15リッターで100円、ちょっと安いか。いいですね。すごい美味しそうだよ。お子様ランチがすごいんだよ。5人組メニューだったら1000円だって。まあ、まあ、うん。これとかめっちゃいい匂い。なんかもう、ハーブだからね。うん、めっちゃかわいい。こちこの糞尿で発電だって。ああ。こういうの、メタンで。はい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 。これだけ買いましたけど、お店の中はすごいおしゃれで、ジャスティン・ビーバーが流れまくってるぐらい洋楽が流れておりました。超美味しい。カリッてしててもちってしております。見た目から美味しそうだもん。ドーナツっぽいのに全然脂っこくない。もう夕方まで行ったら割引パンになるのかな。そうかもしれません。総合ランキング1位がこれです。今のところだいぶすごくいいと思う。うん、超おしゃれだったね。うん、9時28分、内田牧場に向かいます。俺もさっきドーナツ食べたけど、めちゃくちゃ美味しかった。全然脂っこくないでしょ。そう、超美味しかったね。波が選んだの完璧だった。あそこの全部ヘルシーそうだったし、電化食パンも購入させていただいたんですけど、絶対美味しいパンだろうっていうのはもう分かった。
ゃうシール、見えてるのだろうか。右上に白黒の押しがその辺をこう歩いてるのって、俺たちみんなあんまり、あんまりてか見たことある？見たことないね。熊本の阿蘇とかで赤牛を放牧してるの見るとかはあるけど、完全にこれゼルダの世界よね。オープンワールドやん、別に。ここからもう空飛んで向こうまで飛んでいくみたいな。空飛びたくなるね。うん、こっち側に行ってみますね。あえて、ほら、やばい。やばいね、この景色は。やばい。9時53分、内帯牧場に到着です。行ってきます。風がすごい。飛べそう。飛べそう。風がね、ほんとすごいけど。おー、すげー、ゼルダの世界や。ミックスとかがある。ショコラはなくてもいいかな、俺はもう。白めっちゃ濃厚そうなんだけど。美味しそう。先にいただきます。ビーズのような濃厚さっていうか、乳が濃すぎてチーズを思わせる重さ。うーん、密度が違うもん、見てて。うんうん、うんうん、サラじゃなくて、うんうん、トローンって感じ。なんかもう 100% 感がすごい。もうね、口に入れる前の風味からすごかったよね。すっげーうまい。牛乳がすごいね。本当に牛乳がこんなに香るんだ。濃すぎる。うん、濃すぎる。450円、結構値段はするけど。ありがとうございます。富士山のミルク美味しいです。手にいっぱいいる。あそこにちっちゃく見える。いろんなの食べたいけど、こういうところにちゃんと取っておくのが大事だなって思う。うん、それはもう。何でもいいわけじゃん。うんうん、いただきます。はい、おお、牛乳だ。これが230円か、うん。うん。お試しあれ。道の駅の上士幌でも飲めるし、うん、ここでも飲める。はい。You don't need no card trick.You don't need no sleight of hand. Don't need a rabbit or a hat to help me understand. I don't need convincing. It's so easy to see. Every little thing you do is magic to me. It just comes so natural. You don't even have to try. When we touch the fairyI used to be a skeptic, but you're making me believe every little thing you do is magic to me. では11時10分、内帯高原牧場を出まして、次はカフェに行きたいと思います。本当に景色が素敵なところでしたね。日本一広いと言われている高原牧場でしたが、いやそうだよね。なんかすごいね、写真スポットだ、めっちゃ直線のなんか、坂、うん、もう一瞬でガラスを割った綺麗にしたの。今ね、ウォッシャー液使いすぎて切れてるんで、強化したあたり帯広で入れたいと思います。ミルクチーズサプライズオーキファームって書いてあります。ありがとうございました。なかなかいいんじゃない。11時37分お昼休憩です。モッツァレラのフライ。うん、初めてやる、うん、初めての食感。とろけるとかと思ったら、うん、モッツァレラだからもちもちしてる。へえ、食べたい俺みたい。うん、うん、うん、超美味しい。ちょっとはみ出てる。これね、本当に美味しすぎる。高校生だ。
最初ポテトフライかと思ったら食感がもちもちのチーズだったみたいな。これお家で作れたら最高だよね。つけるチーズで作っても美味しいもん。丸ごと君がこれ家で作れるようになったら友達いっぱい家で言うの。難しそうじゃないでもうちの奥さんが作るこれめっちゃうまいトカチで食べたんです、うん、いただきます。出来たてだよ。美味しいものを連続。うわ、アスパラでっかい。アスパラいっぱい入ってる。熱が新鮮なアスパラとチーズがキノコも乗ってる。アスパラシャキシャキ。うわ、落ちちゃうからこうやって食べる。私もこれで失礼します。すべてが美味しい。この生ハムがまた美味しいね。このピザ生地がもちもち。北海道産小麦を2種類ブレンドしてます。この耳大好きね。最初マルゲリータを食べたいと思った。とりあえずチーズが乗っかっててほしいと思うんで。でも大体乗ってるやつかな。種類めっちゃあるね。2人でもいいし、家族とかだったらさ、3種類ぐらい頼んで、うん、スモールサイズを分けるのもあり。定食もあるからね、うん、じゃあ得意じゃない人も食べられるし、うん、これでこんなに乗ってて1400円は結構お手頃な気がする。ちょっとピザで見せてみますよ。ごちそうさまでした。絶対うちの母親は大好きなやつ。あとね、これも美味しかった。タバスコっていうよりかは酸味の方が強めだったけど、これも手作りって高校生の。美味しかったです。満足感がありました。美味しかった。幸せです。ピザも美味しい。揚げモッツァレラチーズも食べて、これからしっかり別湖湖畔温泉に向かいます。ここはね、ぜひ近くに行かれた時には寄った方がいいと思います、うん、すごくおすすめできるお店だった。超美味しかった。超美味しかったね。カフェもね、久しぶりだったんだけど、めっちゃ落ち着いた空間で、そうナチュラルテイストでね、よかったね。29キロぐらいあるんですけど、10分予定にはなってますが、多分短縮されるので40分ぐらいで着くんじゃないかなと思います。ここは標高 804.5m あって、道内では最も高いところにある湖ということで、かなり山を登ってきました。宮部イワナの保護を目的にこういったものが見られるんでしょうね。宮部イワナ、うんうん、じゃあこれはウサギとイワナなんだね。そうだね。ここは遊覧船もありまして、こんな1100円で乗れます。1100円、お手軽だね。ちょうど出るよ。See you, see you, 君なら See you, see you, see you, 君なら See you。 硫黄の匂いがするね、ここ。あ、ほんとだ。大体さ、硫黄よりも塩化ナトリウム泉が多いから、こんな匂いすることはもないんだけど。この温泉の中からも見れるっちゃろ。この景色が多分見れるんだろうね。まあ、ゆったり静かに入れる感じがするね。めっちゃ床がヌラヌラしてる。ヌラ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 してる。スルスル滑る。立ったらね、速攻滑る。こうやってんのかな。ちょっと怪しまわれる。静かな湖ですね、ここも。すごいね、に標高が高いところにも自然にこんな湖畔ができるって。うん。じゃあ一面あれかな、凍るのかな。凍るっちゃね。なんか冬凍りそうだよね。18度って言ってたっけ今ね、うん、だってさっきまで26度とかだったんで。全然違うよ。曇ってたら曇ってたら外国の映画の湖のトワイライトとかに出てきそう。ハリーポッターにも出てきそうだよね、こういう場所。すげえ。ただちょっと一部昨日クマが見つかったらしくて、釣りができない場所があるらしいです。温泉の前はしっかり
水分補給を取りましょう。何急に振られると思う。はぁ、300円、1000円が300円引きで700円で入れるそうなので行ってまいります。うん、2時56分温泉を出ます。ありがとうございました。ありがとうございました。温泉自体は泉質が泉かけ流しですごく良かったんですけど、あの暑かったね。とにかく暑かったね。まあ、自分たちはじゃらん使って700円で入れたんですけど、種類的には中の普通の一つ、二湯みたいなの一つ、露天風呂一つみたいな感じだったんだけど、うん、露天風呂が思った以上に外から見えるっていうか、中湯もちょっと怖いぐらいだったし、 そもそも足湯した時にこれ見えるんじゃないとかって言って二人で見てたぐらいだったから、人から見られないかが心配になりつつ入ったんだけど、景色を楽しむというよりか人から見られてないかという心配で入ってたのはある。結構やっぱ暑いから外気浴したいけど、それこそ人から見られるっていうところでできない。立ってたらめっちゃ見えそうだよね。そうだけど、ここは加水をしてるんじゃなくて源泉を入れる量を調節してるっていう風に書いてあったね。なるほどね。だけどまあいいお湯でした。景色と、まあ、ホテル価格っていうところと、うん、その源泉っていうところが相まっての値段だったのかなという感じがしました。そうですね。はい、この後は道の駅2つ行きたいと思ってます。15時16分、道の駅売り場区に到着いたしました。馬場かなんかがいそうな。そうだよね。じゃあスタンプをしてまいります。乗馬体験ができるらしい。こんな長いんだっけ。長いよね。すごいよね。2000年生まれだから23歳。若いじゃん。人だと90歳以上のおばあちゃんです。3時27分、ここ出ますけど、予定変更でもう一個すぐ近くに鹿追いという道の駅がありましたので、そこまで寄って、いや21にしほるのね、道の駅に行きたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。道の駅鹿追いです。じゃあ、スタンプ行ってきます。行ってきます。早っ。向かい早っ。ねえねえ、お兄ちゃん、ソフトクリーム50円引き立てよ。マジ買いに行こうぜ。やった。3時50分、東幌21に向かいます。ソフトクリームはスタンプブック提示で50円引きだったけど出ませんでした。我慢しました。21シーホロ着きました。さっきまで俺ピアシーホロ21って言ってた。ずっと言ってたね、そうやって。何回か訂正したけど、もういいかな思って。2021で21なんだとか。牛のシュークリームみたいなやつ、じゃがいもか。なんとなんと、絞る方と絞られる方これは難しいですね。絞る方と絞られる方。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回最後の立ち寄りでございます。虹色食堂でお食事の方、オリジナルコーヒー1杯。どうぞ。美味しいよ。いいよ。こちらは120円で40リットルのゴミ袋を買うことができます。プラスチックとか資源とかそういったものは別で、透明の袋に分けてくださいとか、ちゃんと説明の紙もらえます。それでは4時34分、これで今日の道の駅は全て終わりです。から帯広市内で買い物をしてから音更に行きたいと思います。一応ね、買ったんだけど、うん、いつもありがとう生産者還元用ポテトチップスっていう、士幌島の農業協同組合が出してるポテトチップス、138円なんだけど、量もいっぱい入ってて、すごく美味しい。17時26分、道の駅音更、宿泊させていただく道の駅へ到着しました。ただいまです。今日も車がめちゃくちゃ汚くなりました。北海道に行ったら、ほんとしょっちゅう洗車しておかないといけないんだね。道の駅じゃしょっちゅうホールで朝方拭いてる方を見かけるけど、そういう風に
西野家。お疲れ様でした。お疲れ様でした。カメラ日程終了です。終了です。なんだかんだ充実してましたね、うん、もっと早く終わるかなと思ったけど。いや本当そう。本日の料理は熱いんですけど、うどんを3束分ゲットしたので、カメうどん地獄だ。すでに今27度だね。もう地獄だ。ちょっと今日は暑いわ。これ明日の朝ごはん用にも一袋あるので、とりあえず焼きます。暑くなってきたね、北海道もとうとう。弱火にして、一気に30度ぐらいまでなっちゃうから。3玉食べれるでしょ。うん、全然食べれる。3玉で100円。安っぽくない麺に見える。退職するからね、ない飯で抑えないと。残ってたレタスと、今日買ったトマト。とりあえずインナーいただきます。ちょっと今日は贅沢したからね。そう。うわ。はじけそう。うん、うん。ウインナー3個ずつね。はい。やっぱ今日暑いからかね。外に出た時に他の車も窓開けまくって。うん。今日暑いよ。うん。あ、29度まで上がった。火使ったから。今は小窓に網戸らしきものをつけて、ちょっと涼しいかなってぐらい。お願いします。大体でいいと？いっぱい入れすぎないでよ。このぐらい。うん。結構入れた。結構入れたわ、これ。夏の子の中になんでこんな熱いうどん食べてるの？安かったからうどんいいかなと思って。ざるうどんにしなきゃだよね、この時期。失敗したね。冷やし中華そろそろ始めないと。3玉入れます。うーどんって入れます。はい、皆さんご一緒に。うーどん。どんありがとうございます。いただきました。うーどん。どんうわー、うどんだ。ただ、うどんやばい、これ。すごい量だね。この量食べるの？とんでもない量だぜ。もうわかめ下に入れてるっていう。優しいうどん。うわ、これ汗かくよ、絶対。上半身脱いでから食べた方がいいんちゃう。ちょっと動画上それは問題があります。暑い。今スープ飲んだだけでだいぶ暑かった。意外と全然いけ、すぐ食べられそうだよ。え、結構美味しいよ。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっと暑すぎるので、もう外で一回涼みます。はい。暑い。体温が。気に上昇してます。あ、もう触らなくてもわかる。君の全身ベタベタしてるんだろう。やめてくね、本当に。それだけはやめて。ひどい。まだ夏を感じたくないんだ。はい。暑いです。暑い。28度車内があって、外は涼しいんですけど。そう、車内だけで。やる気がもうどん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 なくなってきてるんですが、明日はね、いよいよ。帯広最終日ということで、はい。早めに今日もちゃんと寝て、明日に備えたいと思います。うん、今日の振り返りをお願いします。はい。今日はとにかく、モッツァレラフライが美味しかったです。モッツァレラフライなんだ。ピザの方が美味しかったけどな。ピザも美味しかったけどね。アイスも美味しかったな。もうとにかく今日は景色もすごく堪能できたし、美味しいものもいっぱい食べられたし、すごい良かったなと思います。うんうん、緑の景色と湖の景色、うん、どちらも見られたのが良かった。特に光別湖の方は、なんか外国感があって、うんうん、ずっとぼーっとして見られたし、なんといっても昼ご飯が美味しかった。今日はなかなかいいプランでもあれだと思うんだよね。うん、で、5時ぐらいには、あと道の駅にも帰ってくれたし、本当はもっと早く観光を終える予定だったんだけど、うん、北海道にいると道の駅の巡る時間が必要なので、うん、その時間を考えると、観光はちょっとお昼食べて、うん、あとはもうゆっくりみたいなのが、やっぱベストかな、というふうに今回思いました。うん、明日はね。明日はもうこれが。絶対。これが。これがかかってると、これもありますので、次回見ていただけたら嬉しいです。私たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。おやすみなさい。あち。マジであち。寝れるかね。え、合ってんの？いや、わからん。ワイドと単焦点の5番が1になればいいやつと。あ、1も来てるね、ほんと。1、8、頑張れ。頑張って。結果をご報告。